はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。2時半を回って2時40分を回りました。まったりとした午後でございます。足りないのは日照、日が当たらんわ、ほんまにねえ、一緒日当たってほしいんですけどね。さて、日刊現代でございまして、こんなのが出ておりますね。22年3月26日今日ですね、ですね、はい。エジプトが2度目の IMF 駆け込み、プーチンの戦争で世界大不況のドアが開いたから。そうなんですよ、プーチンの戦争、ウクライナですね、で世界不況になるはずやのに、なぜか株価はですね下がらずにですね、まあそれなりになんかこう平静を装っているという感じなんですけど、そんなはずないやろと思ってるんですけどね。まあちょっとこの記事を読んでみましょう。プーチンの戦争は世界経済を確実に蝕んでいる。ロシアによるウクライナ侵攻開始から1ヶ月、エジプトが23日現地時間 IMF に支援を要請した。戦争勃発後、海外投資家が国際市場から資金を引き上げたため外貨不足が深刻化。21日にエジプトポンドを対ドルで 14% も切り下げたことから憶測が広がった直後だったと。エジプトポンドってよう知りませんけども、いわゆるあれですかね、 FX の対象ではないんでしょうかね、固定相場なんでしょうか。エジプトの主食はパンダが、小麦消費量の約6割を輸入に依存。そのうち 85% をロシアとウクライナが占め、急激なパンの値上がりは庶民の台所を直撃している。新政権は今月上旬、小麦や小麦粉、パスタ、トウモロコシなどの食品輸出を3ヶ月間停止したがっている。日本輸入してるのになんで輸出を停止するんやると思うけど。焼け石に水、そうでなくてもコロナ禍からの経済回復に伴う穀物需給の逼迫により、2月の CPI 消費者物価指数は前年比 8.8% の上昇、とりわけ野菜や果実は 35.1% 上昇と高騰していると。外貨準備高も自利品、2020年6月には輸入額の 7.3 ヶ月分相当を保有していたのに、21年12月には 6.2 ヶ月分に縮小。食費、食料もエネルギーも輸入頼みのエジプトは外貨不足にも苦しみ、6年ぶり2度目の IMF 駆け込みとなったわけだと。ふーんという感じですね。もうちょっといきましょうか。この戦争で人物金が動かなくなった上、国際社会による対ロ制裁は直接的に、もう間接的にも世界に悪影響を及ぼしています。ロシアの主要銀行が国際決済網スイフトから排除されたことで、取引のある関係国の決済が滞ってしまっている。米国が金融引き締めに舵を切った影響も大きい。世界のマネーは利上げした米国に吸い取られ、ドル建て債務を多く抱えて食料に頼る中東アフリカの途上国などは悪影響をもろに受け始めている。戦争がどれほど長期化するのか、 FRB 連邦準備制度理事会はどうあっても急激な利上げを強行するのか、世界経済はこれまでにない不透明感に覆われ、先は見通せませんと。これはですね、誰が言うてるのかというと、経済評論家の斉藤満氏ですね。最後ですね、世界大不況のドアは開いてしまったのか、プーチン延命が世界最大のリスクになってきたと。まあその通りです。その通りだと私も思います。こんな折にですね、FRB はですね、利上げのスケジュールを変更する気配さえ見せていないんですね。
まあ3月こそですね 0.25 で終わったんですけど、来月あたり 0.5 をやりそうなんですよ。そうなるとですね、世界のお金はどん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 ドルに吸い寄せられるんですね。そりゃそうやん、ドルで回しとければ金利がつくわけですよ。円で回してても金利つかないわけですから、だから円はですねどんどん安くなってるわけで、今昨日いくらで終わったかな、為替はまだやってんのかな、やってますね、122円、あかんやんほんまに122円でまだやってますね。外国為替ってどういう、こうタイムスケジュールで動いてるのかいまいちよう分からん。ドルウォンとか止まってるんですよ。でそのこれもね、サイトによって数字が微妙に違ったりするんですね。大体一緒らしいんですけど微妙に違ったりするわけでして、ビットコイン上がってんで、543万4千円これ多分6万ドルを超えてるんちゃうかな、ですね、まあそれはいいんですけども、エジプトという国はですね、アラブで一番人口が多かったはずなんですね。なぜかと言いますと、ナイル川がですね、たびたび氾濫することによって、ナイル川流域がですね、こう土壌は豊かなんですね。土壌が豊かってどういうことかというと、日本は物なりがいいということですね。ナイル川がわーっと氾濫するでしょ。ほんだら、そのエチオピアの方から流れてきたこう土地がわーっとその広がるわけですよ。ほんで氾濫してる人もそうでしょ。その後の土壌が豊かだから、ここで要は、量産物が取れるわけですよ、畑として。でなんで、それで多くの人口を養えるわけですね。だから、もともと人口が多かったんですよ。アラブの中で一番多かったんちゃうかな。つまりナイルのおかげで人口が多い国なんですけども、近代になってその人口が多いのはですね、アダになりました。要は人口増えていくんですけども、エジプトというのは資源がない国なんですね、ああ見えて。だからその人口を養うためにはですね、こう食料を輸入しなあかんという事態になりました。だから割合微妙な国なんですよ。石油が一切出ないんですね、エジプトは。隣のリビアは多少出るんですけどね、多少。エジプトは出ないんで、ちょっと貧乏な国なわけですね。で、スエズ運河の通行料ってありまして、これが一番の収入ちゃいますかね、エジプトの。で、その国でですね、だから外貨は恒常的に不足してるわけですよ。まあ一番儲かるのはスエズ運河の通行料で、あんな別に特に何もせんでもですね、もうもらえるわけですね。たまに日本のどんくさい貨物船が座礁して、通行できひんや、みたいなことになるんですけど、まあまあ、そういうことはあるにしろですね、まあまあ、スエズ運河で儲かるわけです。でもそれではですね、何千万という人口を養えないわけですね。で今回もですね IMF にですね、ごめんちょっとドル貸してって言うてるわけですね。まあありがちなことでございます。それで思い起こすのがですね、我らが愉快なお隣さんですね、あの国、今のところ大丈夫っぽいんですけども、そのうちですね、そのドル足りひんね、実は足りひんねって言い出しそうな、感じがしなくもない。エジプトと違ってですね、お隣さんはですね、サムソンとかヒュンダイとかで近代工業の生産ができる国でしてですね、サムソンは世界中にスマホを売ってるわけです。ヒュンダイは世界中に自動車を売ってるわけですね。もともと日本のモノマネなんですけどね。まあとりあえずそれで外貨は稼いでるわけでした。まあ、ところがですね、まあ、借金の好きな国でしてですね、ゆかりのお隣さんは、民間部門の借金が GDP を超えてるわけですね。で平均的な家庭でですね、年収、その世帯年収の 1.7 倍ぐらいの借金があったりするらしいですね。まあ、日本はね、住宅ローンで借りたら年収の7倍ぐらい借りられるわけであって、まあでも住宅ローンを借りる人が少ないわけであって、平均するとそんなでもないんですけど、お隣さんは平均で 1.7 倍。結構辛いねという感じですね。で、お隣さんは今ですね、あれなんですよ、住宅価格下がってるんですよ。いよいよバブル崩壊かっていう感じなんですけど、まあ、それは直接外貨には関係ないんですけども、お隣さんは不況になりますというと、やっぱしその、
サムソンやヒュンダイっていう会社が国内市場で稼げなくなるんでですね、ちょっと苦しくなったりもします。で言うてですね、結構こう外貨準備も多い方ではないわけなんで、もしかしたらですね、ユカイの種さんも年内にエジプトみたいにですね、 IMF に助けてって言うかもわかりませんね。でも IMF がお前ら言うこと聞かないし、助けたらへんっていうのが今のスタンスでございまして、まあなんとかはするんでしょうけどね。はい、ということで、この日刊現代のページを貼っておきますんで、一応私ほぼ読みましたけども、確認されたい方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございます。